スターティングメンバーとは、スポーツの団体競技で、試合開始時より出場する定員内選手のことを言う。一般に、スタメント略され、スターティングオーダー、スターティングラインナップ、スターターズなどとも言われる。日本語では先発出場選手とも呼ばれる。主に野球、サッカー、バレーボール、バスケットボールなど試合中に、選手交代が行われることの多い競技で、 チームの中心となって競技を行う選手されたものの中から選ばれる。スポーツによってはシーズン初試合でのスターティングメンバーのことを開幕スタメンと呼ぶこともある。それぞれのポジションの中で特に優秀な選手が選ばれる傾向にあるが、チームによっては対戦相手や選手のコンディション、監督、またはコーチングスタッフの戦略や戦術によって柔軟にメンバーが入れ替わる。 場合によっては、相手との相性や、先発メンバーを予測して、偵察メンバーを当てる場合もある。スターティングメンバーに選ばれなかった選手は、サブメンバー、控えと呼ばれる。特に、プロフェッショナルスポーツのチームや著名な競技会において、スターティングメンバーに選ばれることは大変名誉なことで、あり、監督やコーチ、チームメイトに実力を認められた証明ともなることから、毎回熾烈な。 スタメン争いが行われる。逆にアメリカンフットボールやアイスホッケーのようにスターティングメンバーにこだわりの少ないスポーツも存在する。これは選手交代が自由かつ任意に行えるため相手に合わせて戦略を組む関係上試合開始時のメンバーがチームでベストな布人とは必ずしも限らないからである。ラグビーなどでは スターティングメンバーか否かによって背番号が変動する。ありがとうございます。